27日、金にサポートを受ける日本航空 JAL が主催したイベントに参加した渋野ひな子が JAL からのサプライズプレゼントにアメリカで使いますと目を輝かせる一幕があった。そのプレゼントとはネームタグ、マーカー、グリーンフォークというゴルファーにとっては定番ともいえる3点セット。ただ、その正体が面白い。この材料になったのは実際に運航している飛行機から出た廃材。 ジャルならではのアイテムといえる透明な板に渋野ひなこという文字が刻まれたネイムタグは飛行機の窓に使用されていたアクリルを切り抜いて製作されたものそしてマーカーは翼と胴体をつなぐチタンボルトの丸い頭部分を加工したものでグリーンフォークは機体を修理するときに使用されるチタンの板が利用されている乗客の命を守る飛行機の安全性が高い素材とあって その頑丈さたるや間違いなしといったところだろう。喜んだ渋野日向子はこれを試合で使うと約束。アメリカで漢字のネームタグは珍しいので注目されるはずですと話すなど使用した際の周囲のリアクションまでイメージ完了済みだ。このセットはイベントに参加したファンにも限定で販売されたのだが皆興味津々といった様子だった。 渋野ひな子の今季初戦は2月23日から始まるアジアシリーズ初戦のホンダ LPGA タイランドとなるシート選手として臨む2年目のシーズンは勝ちたいと米国本格参戦後は初となる優勝を強く意識している高く飛躍するという意味でも弦のいいアイテムとともに掲げた目標に向かってフライトしていく 渋野ひな子が使う i230 が1位で2位もピンの G430。アイアン売上ランキング。今週は1月19日に発売されたピン i230 が初登場で1位を獲得。2位にもピンの G430 が入っている i230 は渋野ひな子が昨年のシーズン途中から使い始めるなど、ツアープロからの評価も高かった。発売前からの反応について、 PGA ツアースーパーストアいるま店の宮原新悟さんに話を聞いた。発売前から問い合わせも多かったですし予約本数も順調でした。11月に発売された G430 アイアンも好調をキープしていますが、I230 は全くターゲットゴルファーが違うので両モデルともよく売れています。ただしピンの場合はフィッティングによるカスタム販売を重視しているので、 吊るしのクラブが爆発的に売れるというよりもじっくりと時間をかけて売れ続けるロングセラーになる傾向が強いです。I230 と G430 はそれぞれどういうゴルファーに人気があるのかやっぱり I230 は中級者以上の競技ゴルファーから評価が高いです。 もともと前作の i210 は名機と言われていましたが、i210 を使っている人でも i230 はさらに良くなったと乗り換える人がいます。一方、G430 アイアンは初心者からアベレージゴルファーが主な購買層。こちらは前作の G425 からの乗り換えというよりは、初めてピンのアイアンを購入するタイプが多いと思います。 今週はドライバー、フェアウェイルとユーティリティ、そしてアイアンでもピンが1位を獲得。2023年はピンの快進撃が続いている。アイアン売上ランキングトップ3。1位ピン I230。2位ピン G430。3位テイラーメイド P770。データ提供矢野経済研究所。集計期間2023年1月16日から1月22日。 渋野ひな子、身長218センチメートル、異競技選手と対面サントリー戦、応援で興奮、すっごい試合。女子ゴルフオフシーズンチェック、サンバーズの試合観戦、オフシーズンに入っている女子ゴルフ会3月の今季ツアー開幕まで、ゴルフロスを過ごしているファン向けに、オフシーズンチェックとして、選手の近況を紹介する。 渋野ひな子は所属するサントリーの男子バレーチームサントリーサンバーズの試合を観戦。218センチの長身選手とも対面していた。28日、サンバーズは有明コロシアムで行われた東京グレートベアーズ戦に3対0で勝利。応援には渋野ひな子も駆けつけていた。サンバーズのユニフォームを手に持って選手と記念撮影。 背中には渋脳のネームと名前をかけたのか175の背番号があった身長2 1 8センチのオポジットドミトリー・ムセルスキーとも並んでパシャリ渋野日向子は1 6 7センチあるが5 1ンチ差のデコボコ写真は小さく感じさせてしまうほどだった サンバーズ公式インスタグラムは本日の試合サントリー所属のプロゴルファー渋野ひな子さんが観戦しましたムセルスキー選手との身長差はやっぱりすごいですねと写真と共に投稿していた続けて世界の最前線で活躍するタワーを分けてもらいましたサントリーファミリーとして共に日本を盛り上げていきましょうと呼びかけ 渋野雛子も自身のインスタグラムのストーリー機能で初観戦すっごい試合でまたまた一気一遊ありがとうございましたと興奮気味の文面を記していた。